イエーイ、ハロー。はい、じゃあペヤング焼きそば黒ごまマックスっていうのをちょっと見つけたんで食べてみたいんだがと思って。私はペヤングがもう大好きなんで食べてみる。もうここまでは普通、どうやな。ソース、火薬、お、あ、待って、これごまや。分かってんねんけど、なんかめっちゃ黒くなるんかと思ったらめちゃくちゃごま入れんのか。どんなになるんやろ。一回ちょっとお湯入れてきます。あたたたたた、入れてきました。あたたたた、あ、これで乗せて、早く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 、あたたたた、じゃあ、じゃあ、大好きな、めっちゃ好きなんですよ。ここまでは普通のペヤングですね。黒い、私いつもペヤング食べてるから分かります。わ、え、すごい、待って、匂いが全然違う、いつものペヤングと。ちょっとごま油の香りがすごい。マジかマジかマジか、おい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 、マジかよマジかよ、分かりにくいかな、めっちゃうっすら。これ今何て言うんやろ、混ぜて混ぜて、ごま、これだけやったっけ。ごま入れます。うわうわ、めっちゃいい匂いする。舐めてた、マジか、マジめっちゃいい匂いする、美味しそう、やば、上がる、マジか。こんな感じです。もう今、いつものペヤング全然違う。じゃあちょっと食べてみよう。揚げ、やばい、揚げすぎ。じゃあいただきます。あ、いい匂い、いただきます。うん、あ、ちょっと辛さもあって美味しい。うん、揚げ餅お兄さん、うん、へえ、何ソースって言うんやろ、なんか結構辛め、ごまやからごまのまろやかさとみたいな。おお、これなんなんやろ、何や、あーあー、あともう少し、マジで自分の YouTube チャンネル好きやわ。ハピネスすぎ、ハピネスすぎ。
ごちそうさまでした。最高に美味しかったです。またなんか食べたいのあったらみんなの前で食べたいと思います。自分の人生開けごま。